こんにちは、粟田洋介です。どういう人生を生きたいか、そう思った時に、まあどう生きるかにせよ、私は幸せでありたいなと思います。人それぞれ幸せの感じ方が違うように、自分に合った絵の描き方だけじゃなくて、自分にとっていろいろなことをする方法っていうのがあるんじゃないかと思います。で、最近思ったことがあるんですけど、それは自分に合った絵の描き方っていうのと、自分が幸せに生きる方法っていうのは共通してるんじゃないかっていうことです。まあ絵の描き方だけじゃなくて、他のいろいろなことをする方法もそうですね。それはマニュアル通りの方法っていう意味じゃなくて、自分の特性が発揮できる、まあ自分らしいやり方っていうことですね。なので、幸せに生きる方法がわからない方は、自分らしい絵の描き方、もしくは他のことをする方法っていうのを考えてみると、幸せな生き方っていうのが見えてくるんじゃないかと思います。また、自分らしい絵の描き方がわからないという方は、自分の幸せの感じ方っていうのを考えてみると、自分に合った絵の描き方、まあ絵の描き方じゃなくて他のすべてのことをする方法っていうのが見えてくるんじゃないかと思います。もしどれもわからなかったとしても、自分自身の心の声を聞いてみると、その答えは意外と簡単に見つかるんじゃないかと思います。実は編集が終わってもう動画が出来上がったんですけど、いつもよりちょっと長い動画になってしまいました。ですが、ぜひ最後までお付き合いください。今日は先日描きかけたスプレーペインティングの続きを描きながら、私の絵の描き方を例に、ちょっとそんな話をしていきたいと思います。私は幸せになるには、未来や過去のことよりも今にフォーカスして、そして自分らしく生きること、そして楽しむことなんですが、人生苦しい時もあれば辛い時もあると思います。ですが、辛いこと苦しいことは回避する努力をして、そして楽しむ努力っていうのも必要になってくると思います。そして人生を満足すること、それ以外にも幸せになる方法はたくさんあるかもしれませんが、今私が言ったことは全て私の絵の描き方と共通しています。このスプレーの缶とキャンバスを目の前にした時に、何を描こうっていうことは考えてなかったんですが、まず何色を使おうかなっていうことを考えました。ということで、黒で塗っていきます。塗っているときは、イメージとかバランスとか、そういったことを考えながらスプレーしていました。今回は赤系がいいなと思って赤を使って、で、赤で塗ったときに、ここに蛍光レッドを入れたらいいんじゃないかなと思いました。現在進行形で赤い色を使ったからこそ、次の色が見えてきたわけです。で、こんな感じになったんですが、スプレーをしている時に、ここにこんな風な絵を描こうっていうことを考えてはいたんですが、それが何だったのか忘れてしまいました。でもその後にこのキャンバスを見てたら、なんか違うものが描きたくなりました。今現在にフォーカスする、そのことはとても大事なんですが、未来のことについて考えることもいいことでもあると思います。未来に希望を持って明るい気持ちになるとか、それから未来の不安に備えてリスクを避けるとか、あとは準備をしておくとかね、あとは未来の自分の成長のために努力をするとか、そういった意味で未来のことを考えるっていうことも必要な場合もあると思います。ただ未来のことを考えすぎて、今の幸せがなくなってしまうっていうことが問題なんだと思います。あまりにもリスクを抑えて楽しいことに挑戦できないとか、絵を描いてる時もちょっとこうやったら面白そうだなと思うんだけど、でももし失敗しちゃったら困るから、あんまり大胆なことはやらないでおこうとかね、そうすると冒険できないじゃないですか。そうすると楽しみも減っちゃうと思うんですよね。あとは自分の未来のために努力をするって言ったんですけど、例えば絵を描くとき、なるべく私は自分がつまらない手法っていうか絵の描き方はしないようにしています。たまにやっちゃうんですけど、こういう風に描いたら仕上がりが面白くなる、それが少しだったらいいんですけど、ずーっとその描き方で仕上がりまで楽しめない、で、仕上がりが素晴らしくなって、そして完成して初めて良かったと思えるような描き方、そういう描き方が好きな人だったらいいんですけど、私は描いてる間幸せじゃないので、そういう描き方はしないようにしています。まあ人生に例えると、
老後のためだって言って若い時楽しいこともやらないでつまらない生き方をしてたとしますよね。で老後時間もできたってなった時に若い時幸せじゃなければ自分の楽しみっていうことを知らないで生きてきちゃったからこれから何を楽しんでいいのかわからない定年退職後そうなってしまう方が結構いらっしゃるみたいですよね。でも今そういう状態だったとしても老後っていうのが自分の現在であるなら今その瞬間を楽しむ努力をすればいいわけですよね。それができれば私はいつからだって遅くないと思います。ちょっとここ透けさせたいのでジェルメディウムを混ぜてみます。ジェルメディウムでちょっと透明感をさせて、そうすると透明すぎるな。ドバッてジェルメディウム いらないなこれ蛍光色ってこんな感じで薄いのでこれでいいや。濃くなりすぎちゃったら困るのでジェルメディウムを混ぜたんですが、それはちょっと未来について恐れたからです。塗ってみないと薄すぎるってことがわからないし、薄すぎたら絵の具の方を濃くするとか絵の具をそのまま塗ってみるとか少しずつ試すことができますよね。いきなりやって失敗したら取り返しがつかないですけど、まあ絵の具が乾く前なので拭き取っちゃうこともできるんですけど、最初に安全な方法でやって、それで足りなかったらもっと濃くしていくみたいな感じで、未来のことを考えちゃったんですけど、未来のことを恐れて何にもしないとか迷うっていうのがいけないことで、少しずつ試すっていうのは悪くないことだと思います。少しずつ試してる分には、私は全然不幸を感じません。ちょっとジェルメディウム必要なかったので無駄にしちゃったんですけど、ジェルメディウムが無駄になっちゃったってね、過去のことをくよ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 するっていうのは幸せが遠のいてしまうし、楽しい絵の描き方でもないんじゃないかと思います。15年ぐらい前に私の父が亡くなったんですが、私は父の老後のために父が楽しめることは何だろうって考えて、じゃあこれをやってみたら、あれをやってみたらってね、いろいろ考えたんですけど、答えが見つかりませんでした。何をやったら私の父が楽しいのかっていうことを私は見つけられませんでした。自分が父の立場であったらどういうことをやりたいのかなとか、そういうふうに考えてたんですが、私が楽しいことを私の父も楽しいとは限らないんですよね。なぜなら私と私の父は考え方も違かったし、性格も違かったし、全然違うタイプの人間だったので理解できなかったんです。だから自分自身が何を楽しいのかわからない場合は自分でその答えを見つければいいんだと思います。そしてそれが自分らしく生きるということだと思います。そして楽しむ努力をするということも大事だと思います。それが自分らしく生きるということなんじゃないかと思います。絵を描くんだったら、いろんな絵を描く方法があると思うんですけど、自分自身が一番楽しいと思う絵の描き方を見つけて、もしくは考え出して、そして楽しむ努力をする。それが自分らしく生きるとか、自分らしい絵を描くということなんじゃないかと思います。で、もう一つ、未来のことを考えすぎてしまうデメリットは、未来への不安が強くなってしまうってことだと思います。今考えてもしょうがないことは考えないってことですね。絵を描くときも、どういう風に仕上げなきゃならないとか、未来のことばっかり考えてると、絵が描き始められなくなっちゃう、もしくは筆が止まっちゃうってこともあると思います。例えば、いい作品を作らなくちゃ、失敗しちゃいけないとかね、そういう風に考えて描いてるとね、もう恐る恐る描いてるわけですから、いくら描いても描いても終わらない、完成しないみたいなことがあったりとか、思い切って自分を表現できないとか、そういうことになっちゃいますよね。あとはその未来について恐れてる内容が自分じゃなくて、この作品を他の人がどう思うか。っていうことを考えながら描いてると、もう自分目線じゃなくて他人目線で絵を描くことになるので、自分らしくなくなっちゃいますよね。まあ他人に見せるために描くんだけど、例えば注文とかで他人がこういう風に描いてほしい、こういうものを描いてほしいって頼まれた場合も、私に頼んでるわけですから、私らしい描き方でその頼まれたものを描こう。ということになれば自分らしく絵を描いてで思い切った表現ができて自分が満足する作品が完成すると思います。相手が満足するかどうかは相手次第ですからわからないんですよね。だから未来については
自分らしく描くぞっつって希望を持って、そして希望に満ちた心で楽しく自分らしく絵を描いて、それで完成させるしかないんですよね。そうすると絵を描いてるときはとても幸せです。で、大体そういう作品は気に入っていただけます。だから、まあ未来についてでも過去についてでも現在についてでもネガティブに考えすぎてしまうと幸せから遠のいてしまうんじゃないかと思います。まあネガティブなことを考えるっていうのは危険を回避するとかそういった意味で役に立つと思うんですけど、心配しすぎるとかネガティブすぎないっていうその度合いが大事なんじゃないかと思います。幸せに生きるっていうことについてうちの猫たちから学ぶことはたくさんあります。とにかく彼らは今を自分らしく生きてるんですよね。確か10年以上前にチンパンジーについての教育テレビを見たんですけど、あるチンパンジーが何の病気だったか忘れちゃったけど体がどんどん弱くなっていくみたいな病気を持ってたんですね。でもチンパンジーっていうのは自分が弱くなっていく、病気が進行していく、そういったことの不安が全然ないそうです。なぜならチンパンジーっていうのは未来のことを考えないんだそうです。ただ痛みがあったりとかそういう時は苦しむんですけど、まあ痛みがない時は普通に何の心配もなく生きてるそうです。うちの猫たちを見ててもなんか今を生きてるなっていう感じがして、彼らはすごくいいインスピレーションになっています。人間っていうのはどうしても未来のことも過去のことも考えますが、今現在にフォーカスしてそれで一生懸命楽しく生きたら、過去と未来について考えることはあってもそれらに思い悩むことは少なくなるんじゃないかと思います。絵を描くことだって同じだと思います。過去のことを考えすぎることは幸せが遠のいてしまうもとだと思っています。だからって過去がいけないわけじゃないし、過去があるから今があるっていうのもあると思います。今描いてる絵も過去に私が見た何か、経験した何かっていうのがインスピレーションになっていますし、今までの経験、まあスキルとかテクニックですね、そういったものを使って絵を描いています。そしてどういう風に描いたらもっと面白いだろうとか、どういう風にしたらもっと描きやすいだろうとか、自分に答えを聞きながら現在進行形で想像して絵を描いています。自分に答えを聞くっていうことも自分らしく絵を描く、自分らしく生きるということにつながるんじゃないかと思います。そして私はその工程を楽しんでいます。で、こんな感じの絵が完成しました。タイトルはほうきに乗った猫です。ちょっと光ってますけどこういう感じですね。最近魔女みたいにほうきに乗ってる猫の絵をどっかで見たんですよね。なのでほうきに乗ってる猫っていうのは私のオリジナルアイデアじゃないんですけど、まあそれはインスピレーションですね。で、どういう風に描くっていうのは私らしい描き方で描きました。まあ自分らしくあるっていうことですね。で、結構いい感じにできたと思うので私は満足しています。作品が仕上がった時は自分でいい出来栄えだと思う時もあれば、あんまりいい出来栄えじゃないなぁと思う時もあります。でも私は作品が仕上がった時はどの道満足することにしています。出来栄えが良かったと思えばもちろん満足しますし、もしそうじゃなかったとしてもとにかく描いてて楽しかったんであればそれで満足するわけです。描いてて楽しくなかったら、描いてる時にどうやったら楽しく描けるのか努力して楽しく絵を描くようにしています。そんな感じで全力を尽くして思いっきり楽しく描けたんだったらそれでいいと思うんですよね。その作品が仕上がった時のように人生の最後も満足できたらなぁと私は思っています。人生の終わりについてなんてその時にならないってわからないけど、人生ベストを尽くして思いっきり楽しく生きることができたならば、まあ、ベストを尽くすっていうのは楽しむ努力をしたっていうことですね。人生ベストを尽くして心底楽しんで思いっきり生きることができたならば、それは悔いのない人生だったと思えるんじゃないかと思っています。いくつになっても遅すぎるっていうこともないし、早すぎるっていうこともないと思います。もし人生の大半が楽しくなかったとしても、人生の後半に自分で楽しみを見つけて、そして人生の最後の最後まで楽しかったんであれば、それもまた悔いのない幸せな人生だと思います。
でも一つの作品を仕上げるっていうことと人生の終わりっていうのは同じではありません。作品を一枚仕上げたらまた別の作品に取り組むことができます。一枚の絵を描くことだって、一つ何かを挑戦することだって、そんなの一つ失敗したからといってそれは人生の終わりではありません。さっきも言いましたが、たとえその作品の出来栄えが良かったとしても悪かったとしても、また次の作品を描けばいいだけであって、いい作品ができないからってくよくよすることによって次の作品を生き生きと楽しく描けないなんて必要はないし、絵を描く以外のことだって、なんか一つ失敗したからって、そんなの一枚の作品を失敗したぐらいのことで、もし気に入らない作品になっちゃったらそんなの捨てちゃえばいいし、捨てないでもしたくさんの人にその自分がいいと思わない作品を見せた時に、誰かが素晴らしい作品だって思うかもしれないし、実際に自分が気に入らなかった作品っていうのは一番人気の作品になったり売れる作品になったりっていうのはよくあることだし、そういう経験をしているアーティストの方もたくさんいらっしゃると思います。だから人生での一つの失敗なんて失敗じゃないし、その瞬間その瞬間を楽しめばいいんじゃないかと私は思っています。ちょっとこのスプレーした部分がすごく光ってるので、艶消しのニスを塗っていこうと思います。まあ過去の楽しかったことだけ思い出すんだったら幸せだと思うんですけど、私の場合過去のことを思い出すと嫌なことも思い出して、まあ過去の終わっちゃったこと、今どうすることもできないことに対して再び悔しくなって腹が立ってきたりとか、あとは恥ずかしくなったりとか、ああすればよかったこうすればよかったってなるんですけど、どうすることもできないわけですから、考えれば考えるほどネガティブな気持ちっていうのが膨らんでいっちゃうだけなんですよね。なので今でも嫌なことを思い出すこともあるんですけど、そうなった時はもうしょうがないと思って今現在何ができるかっていうことを考えます。ただ過去のそういう失敗っていうのは学びにつながることですから、その悔しかったこと、恥ずかしかったこと、そういう失敗をしないように今努力すればいいんじゃないかなと思っています。現在にフォーカスするようになってからすごく楽になりました。よく幸せになるっていうフレーズがあるんですが、私は幸せであるっていうフレーズの方が自然なような気がします。幸せになるっていうのは未来形ですよね。その幸せになるが未来だったら今幸せじゃないってことじゃないですか。幸せってなるもんじゃなくて感じるものだと思っています。だから今幸せだって感じてしまえば誰でも幸せになれるというか、誰でも幸せだと思います。この文法難しいですね。幸せになる方法を知った時点で今すぐ幸せなんですよね。ニスが乾いてツヤが消えています。さっきまで光ってたんですけど、すごいツヤ消しです。なんかこんな些細なことも喜ぶとちょっと幸せな気分になりますよね。実は塗り残しがあったのでもう一回塗ったんですけど、まだちょっと塗り残しがありますね。なのでここら辺ちょっと塗って乾いたら昨日買ったこのボックスフレームに入れてみようと思います。なんかこのツヤ消しニスを塗りすぎると白っぽくなってきちゃうんですよね。なのでこれは最後のコートにします。寄せばいいのに結構この辺まで塗っちゃったので、この辺とかこの辺が白っぽくなってしまいました。多分蛍光レッドを薄塗りして、でちょっと白い部分を黒で直していったら直せるんじゃないかと思います。でちょっと直していきます。なんか直す前よりも直した後の方がいい感じになったんじゃないかと私は思っています。なのでちょっと失敗してよかったんじゃないかと思っています。今後こういう濃い色にこのツヤ消しのニスを使うのをやめます。何年か前に同じ失敗したことあるんですけど、その時もこういう感じの色だったんですよね。過去のことをくよくよする必要はないですけど、過去の失敗から学ぶっていうのは大事なことですね。さてでは額に入れていこうと思います。黒と赤があるんですけど、どっちがいいかな。
赤も結構いいですね。黒もいいですけど、赤かな。なんかどっちも良くて、せっかく赤っていう色があるから赤もいいかなと思ったんですけど、なんか黒の方が雰囲気があるなと思ったので黒にします。これが額の大きさなんですよね。短いんだけどしょうがないな。見えちゃうね。ダメだ。ダメですね、これじゃ。これならはみ出ないかもしれない。ちょっとはみ出てんだよな。はみ出た分切っちゃい。失敗した。ダメだな。これではみ出しませんね。これでいいや。これは位置を変えて後で紐をつけます。ちょっとここがはみ出てるから、ここがはみ出ちゃうんだよな。これでどうだ。うん、これでここの白いテープは見えません。こんな感じで額に入りました。この下のところのテープが見えたり見えなかったりでちょっと手こずりましたが、最終的にできたので良かったと思います。なんか起きてもイライラしたりしないで、こういう紙を入れるとか、さっきニスで塗って白くなっちゃったところをどうするかとか、そういったこともクリエイティブに考えて楽しんでしまえば、イライラしたり怒ったりする必要もないんじゃないかと思います。まあ楽しみ方も人それぞれ、幸せの感じ方も人それぞれだと思います。絵を描くことが心底楽しくない人は、自分の性格に合った、まあ自分の性に合った描き方で描いていくと楽しいんじゃないかと思います。そして今幸せを感じられない人も、そういった楽しい絵の描き方のように人生生きてみると幸せを感じられるんじゃないかと思います。何の根拠がなくても今幸せだって思っちゃえば幸せなんですよね。というわけで今回の動画は以上です。長い動画最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。